あたりかな、どんどんやってるのは。それがね、小川名物にね、一緒に。お鍋でこう下から火をねやった場合だと結構20分30分時間で煮上がるまでかかるんだけど、これはもうお湯の中っていうか中から火を通してるので短い時間、ね、短時間で生の魚煮上がるんです。でこれからね味付けがね、これはあの日本の秋田のね米味噌で、特に日本酒それでお鍋を作る方法があるんだけど、これはもともとの漁師のまかない料理だから、お出汁を取るということはしない。さっき石で煮上げたとき、魚からの旨味だけで作るんですよ。ちょっとね、ちょっと暑いから気をつけないとね。お味噌を作ってください。少し香りしてきたと思いますが、これで石焼き料理完成です。